旅を再開して2日目、昨日は千葉を巡ったが、今日は埼玉県久喜市までやってきた。今走っている道は国道125号。この道はこの動画を撮影した後に北側にバイパスが開通し、現在旧道となっている。そのことがこの後行くお店の運命を変えてしまったのかもしれない。このエリアでは有名だったトラックドライバーにも愛されたドライブイン。その歴史を知ると、さらに昔には別の道路ができたことでまた運命が変わっていたことを知ることになる。この時はまだそんなことを知る由もなく、ただこの食堂のご飯をいただきたい、それだけの思いでやってきた。はい、早速潜入してみましょう。こっちが入り口かと思ったら、こっちは入れない感じですね。こちらが入り口でした。はい、扉を開けると奥にまた自動ドアがあります。はい、右側は小上がり、そして左側テーブル席になってます。この窓際にしましょう。よいしょ、失礼します。はい、こちらが母ちゃん定食。丼いっぱいのご飯に生卵と冷ややっこ、豚ロースの生姜焼き風に味噌汁とたくあんです。これで780円。生野菜にはソースをかけて、冷ややっこみは醤油でいただきましょう。そして生卵、もちろんあれ用です。こちらも醤油です。いただきます。まずは卵を溶いてご飯にのせます。生卵オン、どんぶりご飯。はい、まずはご飯からいただきましょう。これだけで牛丼特盛以上の量ありますよね。はい、そしてメインディッシュ、豚のロース肉。これだけで結構な大きさです。お肉はかなり柔らかいです。生姜の風味のタレが効いています。そして味噌汁、ネギと豆腐の味噌汁です。しっかりと濃いです。そしてハム、ハム、ハム。野菜もちゃんと摂取できますよ。そして黄色いたくあん、自家製のたくあんっぽい感じでした。そして冷ややっこ、まさに白い立方体爆弾。これだけでも結構お腹にたまる、そんな感じです。とにかく満腹になりたい人には最高の定食ですね。体を動かす仕事の人にも喜ばれそうです。トラックドライバーさんなんかもここでお昼を食べたら夜遅くまでお腹減らなかったんじゃないかな。はい、お水ブレイク。そしてね、ナポリタン風のスパゲッティも入っています。そしてね、おつまみのメニューなんかもリーズナブルでした。運転する人がいたら飲みたかったな。とにかく店員さんのおもてなしも心地よいし、料理のボリュームもいっぱいだし、美味しいし、満点に近いお店と言えると思います。味噌汁を飲み干します。まあね、塩分取りすぎには気をつけたい年頃ですけども、適度な塩分摂取は必要です。旅の野菜不足解消。スパゲッティもいただいて、冷ややっこ。ドライブインの白いご飯ってなんでこんなに美味しいんだろう。はい、最後の豚肉、ご飯もぐいぐいとラストまでかっくらいます。ごちそうさまでした。この店っていつ頃からやってるんですか？43年。三億円の年。三億円事件の年。11月27日にオープンした。あ、そうなんです。この建物自体は当時の一回建て直してる。一回火事になったんで建て直したんです、ね。あ、そうなんですか。平成3年に火事になって。あ、平成3年に。あ、2年に火事になって3年に建て直した。あ、そうなんです。あの母ちゃん定食のお肉って
豚肉のあれロース？ロースです、ね。すごい柔らかくて美味しい。特製 の, やあの生姜焼きのタレで。前の日も随分あったんだけど、ちゃんとこれ。ああ。トラックやろうとかね。はい。まあ、知らないでしょ。いや見たことはあります。うん、はい。菅原豚とかね。高速道路が岩槻の先から宇都宮の先まで出ちゃったの。はい、はい。それ前までは結構こっち通る車ってもっと多かったところですか。まあ、トラック運転手さんが言うには佐渡、あそこがこのブザーの一番重量を多く積んだ車は岩槻とか記録捕まっちゃうから、うん、ここまで来てそこから乗っかって高速に乗っかったりとか。昔はね、まあも厳しいでしょうけど、うん、今運転手さんがかわいそうで、あいつは今どこにいる、休憩している、何分休憩、全部ね。昔は結構こういうところでゆっくりして食事できたものも、なんか今はもうそういうところで食事すらできないって話もね聞きますよね。それでうちはトラックのお客さん来なくなった。そうなんですか。泊まって飲んで、夜中とか朝とか走ってきてたんですよ。でも高くなって今知らしたんですよ、会社の上司が。うちに泊まってるとクビだみたいな感じで、クビになった人が一人一人いるので、クビになったら生活があるんだから大変だから、うちに泊まっていいかなって思って、トラックを運転するとは思わなくて、これですか、前を向くしかいね。もういかにもトラック来そうだね、雰囲気のお店でもね、ありますね。景気のいい時は30定食とても美味しかったです。ありがとうございます。埼玉県久喜市の、食堂母ちゃんに来ました。母ちゃん定食700円いただきました。すごい柔らかいね、豚のロース肉で、それをね、生姜風味のね、甘いタレで焼いた焼肉の定食になります。非常に美味しかったです。ご飯も大盛りでしてね、まあ、生卵がついて冷ややっことで、結構ね濃い味噌汁、そしてたくあんとね、まあ、そんな定食でした。780円ということでね、非常にボリュームもあってリーズナブルなね定食なんじゃないかなと思います。この食堂母ちゃんですけども、昭和43年から営業してるそうです。で、一度平成2年に、まあ、火事になってしまって、まあ、当時の建物は焼失してしまったみたいなんですけど、まあ、平成3年に現在の建物をね作って、営業してます。すごいね、店員さんもすごい温かい接客でね、おかみさんと店主と、まあ、話聞かせていただきましたけどね、すごい優しい感じでしたね。いろいろとね、貴重なお話を聞かせていただきました。で、昔はね、東北自動車道とかも先まで行ってなかった頃は結構この国道も通行量多かったみたいなんですけど、まあ、最近はトラックドライバーはだいぶ減ってしまって、まあ、お店にはね来なくなってしまったということで、昔はこの駐車場いっぱいにね大型車が止まってみんな食事してた時代があったそうです。まあ、非常にね良いドライビングだと思います。この食堂母ちゃんは2020年4月25日閉店した。閉店理由は公表されていないものの、かつて高速道路の開通により客足が減ってしまった過去があるが、さらにこの前を通る道の北側に琵琶橋大谷バイパスが2020年3月20日に開通し、国道125号のルートが変わり、その約1ヶ月後にこのお店も閉店することになった。お店の前の道が急道となったため通行量も減ってしまったのだろう。そのことがこのお店が閉店する引き金になってしまったのかもしれない。車の母とお母さんの母ちゃんを掛け合わせた名前のお店、道路開通に2度も翻弄されたドライブイン、温かいおもてなしで美味しい定食をいただいたこの食堂を僕は忘れないよ。この動画が良いと思った方はコメント、チャンネル登録、高評価お願いします。ありがとうございました。昭和スポット研究所、コッシーでした。